チベット大学は中華人民共和国チベット自治区主婦、ラサ市に本部を置く4年制国立大学である。略称増大。1952年創設された、自治区唯一の総合大学である。正式に認可されたのは1985年。ラサキャンパスと人気キャンパスがある。現任学長兼討遺書記は、竜慶。日本語では、チベット大学。 チベット大学専門文学部、理学部、工学部、農学部、医学部、経済管理学部、観光、外国語学部、芸術学部、市販学部、継続教育学部、中央電気大学チベット校など十一学部を設置し、修支課程には、チベット言語文学、チベット史、チベット美術、公共事業管理、作物栽培学、生態学、予防獣医学、 音楽学などを置く。教職員数は863名で、1000人教師523名である。1000人教員の内チベット族教員は327名で、全体の62.5%を占める。学生数は、短大生を含め1404人、留学生20人という。キャンパスの敷地面積は23万平方メートル。北京大学、南京大学、 四川大学、西内交通大学、西南在京大学と高等教育出版社がチベット大学を支援している。日本では東海大学が提携している。AB、チベット大学公式サイト。2018年3月14日閲覧。本記事の初版執筆者のトレック011が移居した。転挙不明。ありがとうございます。